土井さんです。難しめの問題ですね。じっくりいきましょう。まず問題文をじっくりと読み取ります。こう与えられている情報っていうのはそれがなければ解けないから与えられています。ここに時間をかけましょう。でどっかテスト用紙の空いてるスペースで表とか作って整理するといいでしょうね。まず2種類の気ガス A と B をさまざまな割合で混合し、気ガスだから、まあ、反応することはないです。でさまざまな割合、物質量で考えると物質量でさまざまな割合をモル数のことね、表しましょう。でさまざまな割合だから XA モルと XB モルとかして、まあそれで、モル分率の考え方で攻めてもいいですが、ここでは簡単に合わせて1モルということにしてしまいましょう。これで別にいいんだ。これでさまざまな任意の割合は全て表されます。ベクトルのとこで、数学のベクトルとかでそういう考え方が出てきますよね。合わせて1モルとすると、まあ、X が X モル、A が X モルとしたら、B の方は、これが X で、これが XB イコール1だから、1マイナス X モル。まあ、合わせて1モルだからね、こういうふうな形で表されますね。ただしっていうか、X の範囲は0から1です。0っていうのは A が1モルもなくて B が全てってことで、 X が1っていうのは A だけあって B がないということです。で次が温度一定のもとで体積を変化させて全圧が一定値 PO になるようにする、なのでまず全圧が与えられたので、ね、圧力の方でこれもちょっと上にしよう。圧力でこれが PO で、A の分圧と B の分圧とそれぞれ PA と PB としましょう。で、ここではもう PA プラス PB イコール PO という関係は成り立ってますね。あと、体積をさ、変化させてるのがちょっと厄介なような気がするけど、ここでもう合計1モルと決めたのが生きてきますね。気体の状態方程式 PV イコール NRT で、で N が物質量は1と一定にして、で温度一定で P も圧力も PO を一定とした、してますので、で R ももちろん一定だから V も一定ですよね。いいかな、これはまず。であともうちょっと紹介してくると、X が0の時っていうのは、 X が0っていう時にはこれもうちょっと大きくと大事なところだからね、PA プラス PB が PO で、 X が0の時、 X が0というのは A が何もなくて B が全てなので、PA、 A の分圧はもちろん0で、 PB、 B の分圧は合わせて PO ですからね、 PO となりますし、X が1の時にはこれは X が1というのはこれ0になるんで、 X だけあって、B がない状態です。X しかなくて、じゃあ A しかなくて全圧が PO なんで、P の分圧 PA が PO ですし、P の分圧は0ということになります。で、これで与えられた選択肢の表で、下映ってるかな、この横軸が A の分圧で0から PO と与えられていますが、A の分圧は PA のことだよね。で、この気体の状態方程式からも判断できますが、まあ、全て一定なので、圧力っていうのはこのモル数に物質量に比例しますよね。ただこっちの横軸は、X と読み替えて大丈夫です。 X が0の時から1の時、まあこれ消しちゃおう。もう X が0の時、 X が0の時が、まあ、PA が0だし、 X が1の時は PA が PO だし、横軸は X のこと、この A の物質量と読み替えることができます。それでいいかな。そうそう、もう P と VRT が一定なので、もう P 圧力はこの物質量に比例しますからね。で次がに与えられている条件が、元素 A の原子量が元素 B の原子量より小さいとき、まあ一応入れとくべきだね。一応入れとくっていうか、これも絶対使うからね。原子量が、A の方を MA として、B の方は MB とすると、なんだって、元素 A の原子量の方が小さいなので、こういう関係ですね。こっちが小さい。
で形上で見ると、AB-MA が必ず0以上になるってことですね。ちょっと G 小さいかな、大丈夫かな、で行きました。でこの時、気ガス A の分圧と気ガス A の分圧と密度の関係を表すグラフはどれか。密度という言葉が出てきますよね。こちら消しますね。これ消して大丈夫かな。密度、が D にしましょう。密度というのは、密度というのは体積あたりの質量、体積あたりの質量、だから単位はグラムパー、まあこの場合リットルでいいでしょうね。リットルにしましょう。で、式にすると D イコール、まあ、質量を、この混合気体の質量をダブルグラムとすると、ダブルグラムとすると V 分の W となります。で、これ今物質量一定、1で一定の形で見ているので、V は一定ですよね。なので W、この密度は W にだけ、 W によって決まる数値です。 W に比例する。なのでこの縦軸で混合気体の密度 D となってますが、これも W で考えましょう。 W、なのでこれも X と W、 質量の関係のグラフを考えろという問題にまとめられました。じゃあこの質量を考えてみましょう。混合気体の質量、混合質量の W ですが、質量、原子量っていうのは1モルあたりの質量でしたね。でそれが X モル、こちらも、1モルあたり MB グラムで、それが 1-X グラムあるということなので、混合気体の全質量はまずこちら、1モルあたり MA で X なので XMA グラムと、 B の方で 1-X 先にしようかな、 1-XMB グラム。でこれ整理します。 XMAプラス MB マイナス MB マイナス XMB で、この MB マイナスしましょう。 MB をマイナスして MB プラス、MA マイナス MBX で、この形でもいいですが、この MB マイナス MA が大なり0との使いたいので、これごめんなさい、上に行きますね。 W イコールで、質量 W イコールMB マイナス、よそでマイナスを出して、マイナス MB が MB になって、 MB マイナス MAX、 こういう形にできました。まあ、1次関数ですね。 MB や MA は一定なので、ただこれは直線の式になります。で直線の式になって、でこの形に変更したっていうのは、まずこの MB マイナス MA ってこれ正の数ですよね。 MB の方が大きいから、で X ももちろん正の数なので、ここはプラスで、それ全体にマイナスがついているので、この X と W のグラフで考えると、一番最初 X が0の時、最大値の MB を取って、その後 X が増えるにつれて減っていく、一次関数だから直線的に減っていく、グラフになりますよね。こういう形に なるはずです。ということで答えは ④ ということになります。で今これ1モルと決めてやりましたが、まあ、1モルと決めないで正面から解いていくやつも別回で次の動画で紹介します。